この国は問題を抱えています。イスラム教徒のことです。現職大統領もその一人だ。アメリカ人でさえない。この質問は必要ですよ。バラク・オバマ大統領はイスラム教徒疑惑の短い歴史、疑惑が最初に浮上したのは大統領選に出馬した2008年。雑誌ザ・ニューヨーカーのこの表紙は批判を浴びました。対立するジョン・マケイン候補でさえ一線を引きました。よろしいこととは思わない。オバマ上院議員や支持者が不快に感じて当然です。2008年サラ・ペイリン候補はあるツイートをお気に入りに登録。オバマ対キリストの血だ。2008年11月4日、タリバンのイスラム教徒フセインが違法にアメリカ大統領になった。彼女は捜査ミスト。トランプ候補はオバマ氏の出生を疑う運動を始めた一人です。オバマ大統領が国外で生まれたと証明し、大統領になる資格がないことにしたいのです。国外生まれは大統領になる資格がないので。最近の調査ではトランプ候補の支持者の 66% がオバマ氏はイスラム教徒だと思っていました。もし仮にイスラム教徒だったとしても、なぜそれが問題なのか、カトリックやユダヤ教とどう違うというのか、なぜトランプ氏はイスラム教徒を問題視する支持者に反論しないのか、アメリカのイスラム社会は疑問を感じています。一方のアメリカ大統領は過去にこう答えています。こんな馬鹿げたことに付き合ってる暇はない。もっとやらなきゃならないことが他にある。出生証明書、ハワイ州ホノルル市、これが記録に残るオバマ氏の出生証明書です。